配りしております。お願いします。お願いします。選手のカードが多分いろいろあるんだと思う。こんにちは。サッカーは俺をメンタルだと思ってて、みんなが動くにしてもフェンスコート取るにしても頭でしっかりと脳で反応して動いてんだよ。強気になれればどん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 いけるし、弱気になったらすぐ突き見せるよ。しっかり強いメンタル持って最後まで戦うよ。絶対勝つからな。全員で戦おう、全員で行こう。絶対できるぞ。今週の優勝、前に前に。今日から勝とう、今日から。走るよ走るよ。勝つ勝つ絶対。ミスしても気にすんだ。いつも通りじゃ勝てないぞ。いつも以上出せよ、みんなみんな。行こう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 。やっぱミーティングでタクさんとか監督が言ったように、今日の試合絶対勝たないといけない試合だし。まあ、そのこの現状っていうのを変えるのはやっぱ自分たちだから、まあ、ここにいるみんなと、あとやっぱ上で見てるみんな、まあ、全員で本当この試合勝つっていう気持ちで戦いましょう。いざ、うわAll right.
れ。はい。よっしゃ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 。横浜 FC 市川選手にお越しいただきました。リーグ戦初勝利、そして初の無失点となりました。おめでとうございます。今の心境を聞かせてください。そうですね、やっぱチームがなかなか勝てない中でこうやって勝利をサポーターの皆さんと分かち合えるのは嬉しいです。危ないシーンを市川選手のスーパーセーブでいくつも防ぎましたけども、ご自身の今日のプレー振り返っていかがでしょうか。そうですね、やっぱりディフェンスがやっぱ頑張ってくれますし、こうやって団結していることで僕もシュートコースが狭まられて止めたりとかするので、アドディフェンスに感謝したいです。チームとしてその守備の面、良かった部分というのはどんなところなんでしょうか。そうですね、今日の試合は特にみんな気持ち出して最後スライディングして滑るとか、そういうところの気持ちが出たのがこの無失点につながったかなと思います。ご自身のことも伺いたいんですが、前節で J1 リーグ戦デビューして、そして今日はホームということになりました。どんな思いですか、今日の試合に向かっては。まあ、先ほども言いましたけど、絶対勝ちたいっていう気持ちはありましたし、まあ、現状勝ててないチームなんで、少しでも上のチーム引きずり落としてでも勝ち点差にとって縮めていかないと本当に降格っていう危機を感じているので、本当今日は勝ってよかったです。この報告をずっとしたかったと思います。あのサポーターの皆さんにこの勝利の報告、そして今後に向けて一言お願いします。本当に長い間勝利をお待たせしてしまって申し訳ございません。ここからチームの波に乗って絶対に降格しないように、それ以上にいけるようにもっと頑張っていくんで、また応援よろしくお願いします。守護神市川選手にお話を伺いました。おめでとうございます。ありがとうございます。このペンで内田さんのカメラに選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただその一歩にはなったと思います。おめでとうございます。